こんにちは。ハイレゾについて分かりやすく解説しようという動画のシリーズ、今回で4回目となります。過去の動画をご覧になってない方はそちらの方で大事な前提などのお話をしておりますので、必ずそちらをご覧になってからこの動画をご覧ください。今回はビットとダイナミックレンジについて詳しく考えます。前回前々回とサンプリングレート、それから高周波の関係について話しましたけど、これに比べてビットとダイナミックレンジの関係は理解がすごく難しいです。難しいので、なんなら動画のスピードをゆっくりにして、一個一個しっかり理解しながらこの動画をご覧いただけると、ビットっていうものがどういうものなのか、音楽においてビットが何なのかっていうことがよく理解いただけると思います。大前提として、ビットが上がる、ハイレゾの24ビットだ、32ビットになると、CD の16ビットと比べてどうなるかっていうと、小さい音まで記録できるようになりますってことを言いました。1個目の動画で言った。で、これがまだ理解できていない方が少なくないようなので、一つはっきり言っときます。ビットと音の解像度は関係がありません。ビットが関係あるのは、どこまで小さい音量を記録できるかっていうことだけ。だから最初の動画で、ここに出しているような画像で説明、ハイレゾを説明しちゃダメよって言ったのはそのためです。実際ビットが上がってもこの縦軸が細かくなるようなことはない。普段音楽として聴くような音量の部分については、16ビットでも24ビットでも32ビットでも同じだ。しつこく言いますけど、解像度とビットは関係がないんだ。で、事実ソニーのサイトの表記はこういうことを言っている。ビットと音量の関係を詳しく見ていくと、前にも言った通りデシベルを理解しないといけなくて動画がどんどん長くなってしまうので、実際に実演してビットが解像度に関係ないっていうことを証明したいと思います。今こちらに24ビット、 48kHz の音のファイルを持ってきました。どんな音かというと、という音です。で、こちらを、右にもう一個オーディオトラックを挿してコピペします。コピペしました。同じものです。で、ユーティリティっていうエフェクターを挿して位相を反転させます。聞いてみます。位相を反転させても同じ音出ましたが、位相を反転させるっていうのは一つ目の動画で、音っていうのは空気の素密波っていう話をしました。粗い部分、密な部分、これが連なって音になっていると。で、これを入れ替えるのが、位相を反転させるっていうことです。じゃあ外密を入れ替えた真逆にした音と元の音を同時に鳴らします。ご覧の通り、どっちも音は、再生させてるんですけれども、マスターの音が触れてない。これ何が起こってるかっていうと、こっちの音とこっちの音が打ち消し合って音が完全に消えてしまっています。分かりやすいように波形でこれを見てみますね。パッと見は同じ、波形だと思いますが、どっか拡大して見てみると、例えばこの辺、こう上の元の波形は上がっているところが下に下がっているのがわかると思います。まあ、これが位相を反転させたっていうことなんですが、これによって音と音が打ち消し合って、今音が鳴らなくなっていると。実はノイズキャンセリングのイヤホンとかヘッドホンと同じ原理を使っていたりする。別の動画でこの原理を利用してカラオケトラックを使ってその人のボーカルの音源を抜き出そうっていうことをやってたりするんで、よかったら、気になる方は見ていただきたいんですが、それはさておき、元の音に対してコピペして反転させて、位相を反転させて同時に鳴らすと音が消えたっていうことは、位相を反転させて音が消えるんだったら音に違いがない、聞こえる部分に違いがないっていうことになります。これちなみにですけどね、これ両方鳴らすと音消えてますよね。これ再生ポイントをほんのちょっとずらしただけで、ほんのちょっとだけずらします。こんな感じでほんのちょっとずれているだけでも音が出たりとか、あと
ほんのちょっとどっちかの音量がでかいとか、ほんのちょっとの違いをこうやって位相を反転させてぶつけるだけで引っ張り出すことができるっていう原理を利用しまして、今これ 24bit48kHz です。一応言っときますけど、このプロジェクト、僕が作った曲ですけど 24bit48kHz で、録音もしてますし、ソフトシンセも再生させてますっていう前提の上で、これをですよ、じゃあ16ビットに落として24ビットのやつと位相反転させてぶつけてみましょう。そこで何か違いが、聞こえたら、それが24ビットと16ビットの音の違いと言えるんじゃないでしょうか。ここ16ビットで書き出してみます。はい、今16ビットを下に持ってきました。上が元の24ビットです。さらに位相を反転させます。聞いてみます。どうでしょう、何か聞こえますでしょうか。何か聞こえるとしたら、あなたは24ビットと16ビットの音のデータの違いを聞き取れるということになるかもしれないが、おそらくほとんどの人は聞こえないでしょう。実際マスターのメーター見ても何も触れていない。ここから導き出される現実としては、24ビットの音のファイルを16ビットで今書き出して見ましたけれども、少なくとも聞こえる範囲には音に変化がなさそうだと。変化を聞き取れるような変化はなさそうで、これ今割と、なんていうの、ハウスだかテクノだか知んねえけど、こんな感じの音楽だから、もっとダイナミックレンジが広い音楽だとか、ピアノだとどうだ、なんとかの音源だとどうだとか、いろいろ思う人もいるでしょう。気になる方はぜひエイビルトン買って同じことやってみてください。とはいえ、じゃあこの24ビットと16ビットの音楽のファイル、同じファイルかっていうと違うファイルではある。じゃあ何が違うのかっていうのを、きちんと、確認しておきましょう。今ここにですね、シンセサイザーのシンプルなサイン波の音でドファラのコードを鳴らす、ようにしてます。いつもこういうのってドミソでやるからドファラにあえてしました。どうでもいいんだけどね。エイブルトンのこのミキサーのこれは一番低くても69デシベル、マイナス69デシベルぐらいまでしか設定できないので、無理やりユーティリティを挿してですね、このユーティリティのゲインが、だんだん上がるようにして、マイナス120デシベルからここに来ると0デシベルっていう風に、だんだん音量がフェードインしていくように、音を作りました。一回聞いてみてください。はい、っていうものをまず24ビットで書き出してみます。16ビットでも書き出してみます。この2つを聞き比べてみましょう。はい、上が24ビットのフェードインしてくるシンセサイザーの音のファイル、下が16ビット、聞き比べてみますか。まず24ビット、はい、次16ビット。多分これほとんどの人は同じじゃんって思ったかと思いますが、いらないところを消しまして、ちょっとこの辺の音量をですね上げて聞いてみます。またユーティリティを2個ぐらい挿して聞いてみましょう。マイナス90デシベル付近を、無理やり70デシベル持ち上げて今聞いてみてます。16ビットも同じことやってみます。16ビットの方はなんかブロッキーな変なノイズが乗っかってますっていうのが、24ビットから16ビットに落とした時の音の変化。ただ皆さんの視聴環境がどういうところか知りませんけれども、
今言ったようなノイズが乗っかるような音量のところが、果たして皆さん聞こえてるでしょうかね。だいぶちっちゃい音量のところにはなりますけれども、16ビットに落としたときは確かにこういう音の、言ってしまえば劣化が発生するということを確認できました。一度まとめます。ビット振動と音の解像度は関係がありません。で、高いビット振動から低いビット振動、今回で言うと24から16ビットに落としたとき、16ビットであれば96デシベル付近の音量のデータの部分にノイズが乗っかる可能性はあると。じゃあ今の例で言うと24ビット144デシベルのダイナミックレンジがあれば今のようなノイズは乗ってこないんでしょという話になる。だからハイレゾ音源で広いダイナミックレンジで音楽聴いた方がいいよねって普通は思うと思います。ただ24ビット144デシベルの、ダイナミックレンジを再生機器、スピーカーだなんだアンプだプレイヤーだいろいろ考え出すと、金、環境、それから知識が必要になります。結構大変。これがハイレゾの広いダイナミックレンジ活かせない問題っていうことになるんですけど、私の、その問題に対する、結論ですね。ダイナミックレンジは CD の16ビットで十分です。理由は3つ。ディザリング、それから音源の問題、それから環境の問題。まずはディザーから説明をしていきます。先ほどこの16ビットの部分で、こんなノイズが乗るよってことをやりましたけれども、このノイズ消せます。やってみましょう。24ビットのデータを16ビットで書き出すときに、下にディザーオプションっていうのがあります。これを今回は何でもいいんだけど、これにしてみよう。はい。今ディザーオプションっていうのを追加して書き出したファイルがこれ、16ビットで書き出したのがこれです。じゃあ聞いてみます。さっきのところここですね。少なくとも最初になったようなブロッキーなノイズはなくなったと。ただなんかサーっていうノイズが乗っかるようになっちゃったっていうところですね。で、ディザーっていうのは何かっていうと、聞こえない範囲のちっちゃいノイズをあえて加えることでビット振動を今だったら24から16と避けた時にでも最初みたいなブロッキーなノイズが乗っからないようにする処理を言います。分かりやすく画像で説明したいと思います。パッと見は同じような画像ですけれども、片方にはこれディザー処理っていうことをやっぱりしてます。で、サイズがですね全然違うんですよ。ディザー処理した方は見た目同じでもサイズが全然ちっちゃう。で、まあ今ディザーで最初みたいなブロッキーな量子化ノイズっていうんですけども、それは消えましたが、その分サーっていうノイズ加わってるじゃん思っていると思いますが大丈夫です。これそもそもですね、今70デシベル持ち上げてるんで、本当はこんなちっちゃい音なんですよ。こんなちっちゃい音の部分で、やってた話なんで、実際には今のサーっていうノイズは聞こえないノイズっていうことです。で、一般的にはこのディザー処理っていうことを使うことで16ビットのダイナミックレンジは96デシベルだって言ってたと思うんですけれども、ディザーを使うと120デシベル以上、つまり人間の耳と同じくらいまでダイナミックレンジ記録できる音量の幅を広くすることができる。で、今現在世の中に流通しているポップスの CD とか、まあいろいろあると思いますけれども、制作するときは24ビットとか32ビットとかいわゆるハイレゾに近いビット振動で制作した後に、最終的にマスタリングする工程で CD の16ビットに落としたりするんだが、その時に同じようにディザー処理っていうことをやります。まあ別に統計取ったわけじゃないので知りませんけれども、まあ、プロのマスタリングエンジニアは同じようにこのディザー処理ってことをして16ビットに落としても、最初に聞いたような量子化ノイズが聞こえないような処理をしている。例えばアイゾトープのオゾンっていうマスタリングのエフェクトプラグインありますけれども、アマチュアで使える、こういったマスタリングのプラグインでもディザリングのオプションがたくさん用意されているということで、
もはや CD のダイナミックレンジは 96dB というより 120dB ある、 16bit でもそのくらいのダイナミックレンジはあると考えていいんじゃないでしょうか。で、 16bit で音は十分だって考える2つ目の根拠は音源の問題です。で、ここにね、デシベルと現実世界の音量の例がありますけれども、0デシベルはこの場合完全な無音、宇宙空間だと考えてください。24ビットで表現できる144デシベルという、ダイナミックレンジをこれに当てはめると、一番大きな音量のところをジェット機のエンジン音としたとして、遠くで鳴る葉っぱの音が20デシベルだから、自宅で24ビットの配列を聞くとして、そのダイナミックレンジを生かしたいって言うんだったら、ジェット機ぐらいの音量でまず音楽、一番大きな音量のところを再生させて、その時やっと聞こえるか聞こえないかのちっちゃい音量まで楽しみましょうっていうことになるんです。そんな音源ありますか？あったとしても耳が疲れますよね。だから言うと、そもそもダイナミックレンジが広ければ広いほどいいっていうのが、広ければ広いほどいいっていうのは間違い。ここにコンプレッサーというエフェクトがあるわ。コンプレッサー、これは音のね、音の音量のばらつきを抑えるためのエフェクターなんですけど、これがね、ドラムだ、ギターだ、ベースだ、ボーカル、いろんな楽器に、大概使われている、こういうね、コンプレッサーっていうのはダイナミックレンジを狭めるエフェクターなんですよ。音楽においてダイナミックレンジっていうのは広ければ広いほどいいっていうもんでもないっていうことを言いたい。そういう意味で言うと、24ビットのマイナス144デシベル、この左をさらに振り切ってるところの、表現っていうのは必要ない。16ビットでディザー使って120デシベルのダイナミックレンジがあれば、まあ十分でしょう。だって今聞いてても聞こえないでしょ、こんなところ。相当ちっちゃい音量ですからね、これ。メーターにも出てないですからね。制作側のメーターに出ないぐらいのちっちゃい音量ですからね、今言ってるのは。3つ目の根拠は環境の問題です。先ほどの図で言うと、0デシベルは完全な無音の状態ということを言いましたけれども、じゃあ実際音楽を聴くときの状況を考えてみましょう。この部屋においても、今ここでパソコンのファンが鳴ってます。照明からはプーンとかピーンとかいう変な音が出てる。で、向こうの方では冷蔵庫がなんかブーンって言ってる。表からは車が走る音が聞こえる。一般的に音楽を聴く状況っていうのは完全な無音の状態ではありません。少なく見積もっても30デシベルぐらいの環境音はあると言われている。で、さらに音楽スタジオとか制作の現場においても、機械、いろんな機材が音出したりするんで、少なく見積もっても20デシベルぐらいの環境音が鳴ってると言われてます。じゃあね、スピーカーじゃなくてカナル型のイヤホンとか、ノイズキャンセリングの、ヘッドホンとか使って、環境音をなるべくなくせばいいんじゃないかと思うかもしれません。残念ながらそれでも0デシベルにはならない。だって心臓の音が鳴っていますからね、人間ね。この環境音の問題を解決して、人間の耳の限界である120デシベルのダイナミックレンジを確保して音楽を聴こうという場合は、無響室を作ってそこで音楽を聴く。で、心臓の動きを止めて音楽を聴くか、もともとその再生させる音量、120デシベルマックス、で鳴らしてたものを、環境音の、が20デシベルと考えて20デシベル上げて聞く。これが解決方法になるんですけど、まず無響室は普通の人作れないと思いますし、20デシベル、120デシベルで鳴らしてた一番でっかい音量のところ、120デシベルで鳴らしてたものを20デシベル上げて140デシベル。だからジェット機の、エンジン音くらいまで音量を上げて聞く。どっちにしても現実的じゃないですね。そういうわけで、普通の生活をしている人が120デシベルのダイナミックレンジを、完全に確保して音楽を聴くっていうのはそもそも環境的に無理。
リザリング、ディザーがあるので16ビットでも 120dB のダイナミックレンジは作れる。音源の問題。音源のダイナミックレンジは広ければ広いほどいいっていうもんじゃない。そして、環境音があるんだから 120dB 以上のダイナミックレンジなんかとてもとても活かせる、環境を作れまへん。いうことから結論としてビット振動は16ビットで十分。で、補足です。何度も言うようにこの考え方はリスナー目線での考え方になります。僕の環境も24ビットまで対応して作ったりとかしてますけど、作る環境においては高いビット振動、高いダイナミックレンジがあると安心っていうのは実際ある。例えばギターを弾こう、録音しよういうときにジャカジャカ大きい音で弾くところもあれば、ちっちゃく指でつまびくように弾くところもあると。で、ダイナミックレンジが狭いと、じゃあ指でつまびくようなところに音量を合わせる。するとジャゴーンっていきなりでっかい音量で弾いたときに音が割れちゃう。で、逆にじゃあジャゴーンっていう大きな音量のとこにレベルを合わせて録音すると、今度ちっちゃくつまびくようなところがノイズに埋もれてうまく録音できないということが制作の環境だとある。だから高いビット振動が必要になるということは、言えます。ただこれはやっぱり制作の時の話、リスナーの人がご自宅ないしなんか移動中とかに聞くいう時は16ビットのダイナミックレンジがあれば広すぎるくらいです。だからハイレゾの24ビットで音楽を聴く、32ビットで音楽を聴くっていうのは、例えばうまい酒が飲みたいと。で、普通だったらじゃあ、酒蔵に行って、酒樽からこうひしゃくでマスにこうすくって入れてだね、こう飲むと、あ、うまいねっていうところを、いやいやいや、俺は本格的な人間だからさ、と。ここのひしゃくですくったこの酒を、また別の酒樽を持ってきて空っぽので、そっちにジョボボボボって入れて、だってこれが本物の作ってる環境だからさ、酒を、いうのに入れて、こうやって飲むような話なんですよ。それ意味あんのっていう。言っちゃえばそういうことです。そういう意味で、いやいや、マスでいいでしょうと。16ビットでいいでしょ。だって入ってる酒一緒なんだから。っていうのが、この、ビットと、ビット振動と、ダイナミックレンジの関係です。もう一つ補足で、二つ目の動画で高周波聞くんだったら、スピーカーで鳴らさなきゃダメ。イヤホン、ヘッドホンで聞いても意味ないよって話しました。一方で、ダイナミックレンジにイヤホン、ヘッドホンは優位性があるかも、言いました。確かにイヤホン、ヘッドホンうまく使えば、他の機材も揃えれば 120dB くらいの、ダイナミックレンジを機材のスペック上確保することはできます。できる可能性がある。まあけれども、私の結論は、音楽を聴く分には16ビットのダイナミックレンジがあれば十分、なんなら広すぎるっていうことなので、そういう意味で言うと、ハイレゾの24ビット、48kHz とかっていう音をイヤホン、ヘッドホンで聞いているのは、意味なしってことになってしまいます。イヤホン、ヘッドホンでハイレゾを聞くっていうことは、この動画のシリーズでは残念ながら、意味がないという結論に至ってしまいました。いや、おっさん待てよと。俺はイヤホン、ヘッドホンでハイレゾを聞いてて CD 音源との違いがわかるぞという方もいらっしゃるかもしれない。明らかにこっちのハイレゾの音源の方がいいんだよ、いう人もいるでしょう。それについては次回の、最後の5つ目の動画で詳しく考えて説明したいと思います。